はい、今ですね、夕張はまた富野にいますね。富野の、旧夕張富野小学校跡前ですかね。間違いないと思うね。そうですね、夕張市富野小学校の跡ですね。はい、ということで今はね、夕張でふれあい会館になってるんですかね。ちょっと見てみましょう。走る実況。走らんでもカットすればいいんだけどね。変なこだわりがあるからね。できるだけカットしたくないという。思い出に富野小学校閉校記念碑誠。二宮金次郎さんですね。懐かしいな。こういう像って懐かしくないですか。で、今は霊愛会館になってる。昔の小学校ね。これ小さいけど、まあ、とりあえずこっちか。富野ふれあい会館。で、これ小さいけど、こっち体育館だったんですよね。うん、小さいんですけど、まあ、小さいって言っても分かんないかな。分かるかどうか分かんないんですけど、何言って、日本語が変だな。お分かりになるか分かんないんですけど、富野生活館。日本語学園。こっちは多分体育館かな。体育館でもないのかな。昔のこれ以上あれだな。こっちすぎますね。まあ多分こっちが体育館で、あっちが本校舎って感じですかね。違うの、このこれね、こっちが。効果が塗ってるけど、ピントというかね、光の加減で暗く映ってますね。これ後でなんとかならんか。で、向こうが自動販売機がたくさんあるところに、消防署のなんていうの、サイレンみたいのがあって、富野消防署分団ってありますね、建物が。消防署があると。ちょっとおっくりして、ズーム使ってやってますけどね。ここに富野消防署があると。富野消防分団詰め所ですね、正しくは。で、あそこに鳴ったわ。偶然だわ。あ、ちょうどお昼だわ。ちょうどお昼だわ。見えるかな。ちょっと真っ暗ですね。まあいいや。まあいいや。そんなことはどうでもいいんですけど。あと右手に富野神社があるのかな。そんな感じですかね。ここはそれで終わりかな。また走る。カットせえって。カットしたくないから走るという。走る実況なんですよね、僕の。動きがある実況。で、こっち側から見た、ね、旧富野小学校、夕張富野小学校はこんな感じです。今日はね、天気がいいんですよ。はい。じゃあね、富野神社。
軽く見て終わりにしましょうか。この動画だから尺短いですね。僕の動画長いんでね、いつもね。たまには短くていいんじゃないっていう神社ですね。ということでご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録評価お願いします。次の機会動画を上げた時ご覧になっていただけたら幸いです。ではまたお会いしましょう。